アイドル日本をご覧の皆様、こんにちは、佐藤佳穂です。私は今 DVD の撮影で沖縄に来ています。イエーイ。というわけでですね、沖縄での撮影は古民家だったりビーチだったりいろんなところに行かせていただいたんですけれども、私のおすすめはやっぱり、ビーチも綺麗だったんですけど、可愛い表情をしてたのは古民家かなって思ったりもするんですけど、プールの撮影もすごく綺麗に撮れたしっておすすめできる部分がたくさんあります。なのでぜひご覧いただきたいです。皆様チェックよろしくお願いします。以上、佐藤佳穂でした。撮影中一番楽しかったことは、ビーチでの撮影なんですけど、あんなに綺麗なビーチを見たのが初めてだったので、すごい沖縄の海って綺麗だなって思ったのと、すごく砂もサラサラしてて撮影がすごい楽しかったです。撮影中一番大変だったことは2つあるんですけどどちらかというと、あの運動のシーンでめちゃめちゃジャンプしたことですダンスやってるはずなのにすぐ疲れちゃって結構大変でした家に帰って一番最初にすることは保湿です。顔を、今最近マスクをしてるので乾燥しちゃってすぐ肌が荒れちゃうので、マスク取ってちょっとメイク落として保湿したりしてます。仕事がオフの日の過ごし方は、とりあえずお昼に起きて朝昼兼用のご飯を食べるんですけど、その後映画を見たり、猫ちゃんを飼ってるので猫ちゃんと一緒に遊んだりとかしてます。普段よくしてしまう癖は、なんだろう、笑ってごまかすことです。グラビアのお仕事で気をつけていることは、前日までに食べ過ぎないことです。おすすめのホラー映画はシャイニングとドクタースリープっていう、40年後にドクタースリープっていう映画が公開されたんですけど、セットで見ていただきたいなって思います。ホラー映画好きで200本以上は見てます。今後挑戦してみたいことは、グラビアをたくさんやりたいっていうのもあるんですけど、化粧品が好きなので化粧品関連のお仕事とか、いろいろ理系の大学にも通ってたので化粧品関係の何かお仕事ができたら嬉しいです。アイドル好きの皆さんには一生アイドル好きを貫いてほしいです。よろしくお願いします。